続いては世界ヘビー級選手権試合であります本日チャンピオンの佐藤選手なんでありますが、えー、残念ながら試合のために、えー、今回欠席ということでありますなので挑戦者であります船木選手にいろいろとお話を伺いたいと思いますがさあ01とのこの対抗戦ということになりましたいかがでございましょうかそうですね 二回試合をして、はい、で一勝一敗、うん、明日は三、えー、度目になるんですけども、えー、チャンピオン、えー、タイトルマッチになりましたんで、えー、一発勝負ということで必ず勝って、えー、レッスルワンの看板を守りたいと思いますで、えー、その証としてチャンピオンベルトをいただきますなるほどどうでしょうあの佐藤選手の印象並びに、えー、明日のこう攻め方とか 少しし、えー、教えていいただけると嬉しいです、はいあのー、一番最初に高学園ホールであの初戦戦った時に、えー、あえて彼の技必殺技、えー、体で受けましたんで、えー、どれが危険かとかそういうのを全てはこの体で、えー、分かってますので明日はその、えー、どの技をこっちが先に出すかとかあとはこの技は受けてはいけないそういうのを今までの,その自分のキャリアで こう計算ししながら試合をしていきたいと思いますね。うん、必ずそうすれば、えー、勝機はあると思明日はですね、ある意味、えー、ヨーロッパの団体からのチャンピオンが来たりとか、あるいは TNA というアメリカのチャンピオンが来たりとかっていうことでのワールドワイドな戦いなんですが、えー、船木選手に限っては、0ワ1との真っ向勝負、目の前にいる敵に対して、あるいは向こうにいる0ワ1に対して、気持ちがあると思います。 そうですね、えっと、やっぱり一番最初にレスローグワンから誰も出ないのかとかそういうこと言われましてそれで、えー、武藤さんの名前をあの出されたんですけどもやっぱりここは、えー、何のために自分が今ここにいるのかっていうのをしっかりと示してで必ずその武藤さんのほうまでは駒を進めさせないようにここで食い止めます、絶対に。分かりましたベルトダッシュ、はい